6レーススタートしました横支線が崩れています内から1番車の坂本3番車の田中雅史2番車の金子修一郎と上がって初手の第一コーナーのカーブにかかりますまず前を抑えました東地区の2人坂本拓也に2番車の金子修一郎です人気のラインがまずは前段から3番車の田中雅史が絶賢通り3番手5番車の川口3番5番と中部の2人ということになります そして短期の広島の氷がその後で5番手、後方6番手に7番の川野、そして最高峰が6番車加藤です。福岡コンビは後方に構える展開で1周回終了、これから2周回目の第1コーナーのカーブに変わります。前は1番の坂本拓也が取っています。先行まくり追い込みと何でもできるタイプ、人気の中心となっています。その坂本に2番の金子修一郎です。坂本がい てくれればもちろんこの金子周一郎にもチャンスが回ってくることになります3番手は3番の田中雅史ですその田中雅史の動きに合わせているのは5番の川口誠勝中部の2人ということになりますさあそろそろアクションを起こそうという7番の川野真が上昇開始で1本棒を崩しています4コーナーから直線部分残り2周 打周回に入って間広めました7番、車の川野が抑えて一旦1番の坂本拓也の方はあえて逆らわず車を下げた先行7番の川野に代わっています6番の加藤が2番手そして4番車の郡英二がその後ろの3番手4番手以降が並走。 坂本外には3番車の田中将司が控えて3コーナーから2センター中段で止まった3番の田中が一気にスパートを先な7番の川名を取っている一方人気のかかった1番の坂本は後方の6番手残り1周になりました。先行3番の田中雅史が取っている1 木に1番車の坂本が巻き返していきますここは力でネジ不正をという1番の坂本2コーナーかバックの中央です前段捉えました1番の坂本です2番車の金子修一郎がマークで3コーナーから2センター大きくカーブする先頭1番の坂本後ろから2番車の金子修一郎その2番の金子修一郎が最後は捕まえたか1番の坂本拓也といい勝負になっています最後は目いっぱい ハンドルを投げました。二番車の金子修一郎。画面はリプレイ。ようやく前段とらえた一番の坂本。後ろから二番車の金子修一郎。最後は目いっぱいバーを投げています。ご覧のように、まず二番の金子、そして一番の坂本。三茶争い。いや、外から五番の川口清祥が伸びてきているようにも見えますが。